お気遣いありがとうございます。そうそう、竜や象とネズミで年を比べたって意味ないでしょ。そういうものよ。象とは知らないの？柱の足、綱の尾、扇の耳、壁の胴、槍の牙、玉座の背、ツタの花を持つ巨獣よ。獣？あ、色は灰色ね。さっぱりわからん。わかんない、姉様お願い。あ、そのまま部屋を張っていけ。私に床を這いずれと？あれがゾウか。